はい、本日はですね、レクの公認会計士のイベントに来ていただいてありがとうございます。はい、それでは早速ね、はい、始めさせていただこうかなと思いますので、はい、よいしょ。はい、皆さん見えてますか？見えてます？紫見えてます？はい、ありがとうございますはい、ごっぱち取るための最強ムーブということですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、本日のですね、まあ、目次的なのを見ていきましょうかね。まずご登壇者の紹介、次に、担当と論文のそれぞれのですね、直近の合格率とで勉強の方針ですね、見ていきます。で、5月の担当の対策と8月の論文の対策を、ご登壇者に聞いていきたいなと思います。まずはご登壇者の紹介です。はい、皆さんから向かって真ん中が、小林優也さんです。よろしくお願いします。お願いします。2020年最終合格ということで、今現在監査法人にお勤めということですね。はい、ありがとうございます。今忙しい感じ？忙しい、繁忙期です。はい、今繁忙期ですね。12月決算の、そうですね、期末決算監査ですね。はい、監査ですね。うん、はい、で向かって左手ですね、佐藤慎之介さんですね。2020年最終合格と、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今は監査法人で、監査法人で働いてます。今繁忙期、今は、あ、そうですね、そうでもないです。あ、今、はい、やっぱ3月決算が多いってことですかね。うん、そうですね、そうですね。小林さんもでも3月ね、ありますね。やばいですね。はい、ありますね。すみません。で、司会は中島ということで、2020年、まあ、スカラを、ね、取得したと、はいはい、今日はスカラですね。今日はスカラですね。防御力がアップするやつですね。いや、これアップするやつ。下げるやつはね、ルカニって言うんですよ。すみません、ここは流していいですかね、皆さん。はい。では次見ていきましょう。直近の合格率と、学習の方針を見ていきます。はい、担当式試験です。はい、令和3年がちょっとイレギュラーでですね、1回しか実施されなかったんで、令和4年からのデータを見ていきます。こう見ていただくと分かる通りですね、この令和6年第1回、この前のやつの試験含めてですね、まあ大体 8% から 10% ぐらいの間なのかなという感じです。で、願書提出者数も答案提出者数、つまり、受験してる方ですね、もう軒並み今増えてる感じなんですけども、まあ、ちょっと落ち着いてくるのかなと思います、今年の5月は。うん、まあ、1万6000とかはいかないんじゃないかなと思いますけども。で、合格者っていうのはちょっと見ていただくと、第1回目、つまり12月の試験の合格者に対して、5月の合格者を調整して足してるような感じがするかなと。だから合計で2100から2000ぐらいの、合格者にするためになんか調整されて5月は存在するのかなと思うような合格者数になっていると思います。で、なのでちょっと合格者数と合格率で見てみると、5月はやっぱりちょっと難しいのかなという感じはちょっと、はい、あるかなと。で、5月だけでちょっと見ていきたいと思いますけども、まあ、こんな感じですね。で、令和3年はさっき言ったように1回しか実施されなかったんで、ちょっと置いといてですね、抜くとですね、こんな状態になってますね。で、平成30年は12月の試験がそんなに合格者が出なかったんで、結構5月で調整してこんな感じになってます。975人も受かってるんですけども、でちょっと軒並みですね、合格率はそんなに良くないのかなと最近はいう感じです。なんで、次の5月もですね、まあ、うん、厳しい戦いになると予想されますね。はい、
なので、まあ、結論としてですね、5月の単等式試験はやっぱ強敵ですから、うん、論文と同時並行の学習はお勧めしません。はい、ちゃんと5月の勉強をしっかりして5月受けて、でその後に論文の方がいいんじゃないかなと思います。現実的に論文って受かってないと、担当に受かってないと進めませんから、論文には。はい、なんで5月はちょっと油断せずにしっかりと対策が必要かなと思います。で、かたやですね、論文式試験の合格率皆さん見ていただくとですね、はい、論文の受験者、つまり担当を受かっている人間が受けていくわけですけども、その人たちが微増しているわけですから、論文の受験者は見ての通り増えてます。で、合格者数も実は増えてて、去年の令和5年の論文式試験はなんと 36.8% でした。受かり年だったんですね。はい、でこれは多分安定して 35% 以上はあるんじゃないかなと思います。なんで論文の試験はですね、実は3人に1人以上合格できるので、やっぱり担当に突破して論文のステージに行くっていう状態をまず作った方がいいのかなと思います。で、論文式試験のこの 35% って、簿記2級のちょっと難しいかなっていう合格率と同じぐらいなんですよね。率は。率はね。分母は全然ね、あの、つわもの揃いだと思うんですけども。ただ、まあ、3人に1人以上ですから、油断しなければね、かなり合格できると思うんですよね。うん。モチベーションをね、こう、どう保つかっていう戦いになると思うんで、ちょっとね、それだけ、心の中に入れていただいて、でここからいわゆる勉強の基本方針なんですが、基本は担当専念をお勧めします。はい、担当合格を最優先の方ですね。で、5月の担当対策にまず専念してもらって、5月の担当後に残り3ヶ月で論文の対策をするという、こちらの方を基本はお勧めします。まあ、ただですね、どうしても今年までにですね、論文合格が必要な方は、5月の担当と8月の論文を同時並行で対策するという感じになると思います。このどうしてもっていうところですね。はい、もう今年中に論文まで受かってないとなんか、なんかされるとかね、うん、なんか、まあ、金銭的にもう無理とかね、いろいろあると思いますんで、はい、よろしくお願いします。で、この2つのパターンで分けてですね、勉強の方針アドバイスをしていきたいと思います。はい、5月の担当対策を見ていきましょう。はい、まずは企業法ですね。はい、まあ、担当専念、ね、担当合格を最優先の方向けにお話を聞きます。佐藤さん、お願いします。はい、まあ、担当専念ということで、前回の12月担当で結構惜しい人と、まあ、惜しくない人、まあ、惜しくないって言ったら 60% ぐらいとか、そういったパーセンテージを下回ってくる方っていうのがこう分けられると思うんですけど、惜しい人っていうのは割ともう一問一答が結構もう頭に入って固まってるんじゃないかなと思うんで、それ以上狙うのであれば逐条解説本、宣伝になってしまうんですけど、志村先生という企業法の先生がやってる逐条解説講座、これについてくる逐条解説の本を見て、条文とその解説を見ていくっていうのが、おそらく伸ばす、これ以上の点数伸ばすにはいいのかなと思っていて、惜しくない方についてはやっぱり一問一答っていうのが知識全然まだ固まってないっていうところだと思うので、そちらを見ていただくのがいいのかなと思います。ありがとうございます。小林先生、どうですか。はい、まあ、私も基本的に佐藤先生と同じ意見です。ただまだ担当専念というところで時間は比較的あるので、まあ、この時期に取れなかった論点だったり詰め切れなかった論点の講義をしっかり見直すで理解をする時間に当てて、この時期に暗記に走ったりすることこそが担当の合格だったりその先の論文の合格ももっと後になってしまう可能性があるので、まずは理解に徹する
それが大事かなというふうに思います。ありがとうございます。一問一答が発送が2月14ぐらいなんで、まあ、そいつらが到着してからとか、まあ、12月のものがね監査の以外全部使えるんで、まあ、2月の中下旬ぐらいまではちょっと一問一答のアウトプットを回すよりもちょっと理解の方をね、インプットをね、なんか軽視する方結構多いんですよね、再受験の方って。試験終わって、ね、理解ができてないところも、ね、見切れなかったところとかも放置していきなりアウトプットにこう手元の東連回転したり、急になんか東連分回すだけみたいになって、はいはい、で再受験の時も同じとこ間違えてましたみたいなのが、はい、まずね本試験の分析はちょっとした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、この時期こそ、うん、なんか不安なところって絶対みんなあると思うので、うん、そういうところのインプット、特に後半ですよね、組織再編とかそこら辺になってくると皆さんあの軽視したくないんでしょうけど、軽視しがちになっちゃうので、そういうのはインプットしてもいいかもしれないですね、うん、じゃあ単論同時並行、佐藤さんどうですか、企業法は。はい、単論並行なので、なるだけその論文用にっていうのも踏まえつつ担当ということなんですけど、論文で事例の問題と、まあ、制度の説明の問題とかあるんですけど、よくあるその論文生、よくいる論文生が制度の説明型に対しての対策が全然追いつかないと、今まで担当一問一答で乗り切ってしまったので制度説明ちょっと書けないんですよっていう風な方がいらっしゃるので、まあどっちの対策にもなるっていうところで、結構インプットの方を重視するのがいいのかなと。テキストを読んでいく、これで、まあ、制度説明型の問題の対策にもなる、担当の対策っていうふうになるのかなって思います。以上です。ありがとうございます。小林先生どうですか。はい、私はこの企業法が担当と論文で大きく性格が変わる論点でして、 論文だと本当に筆記論述が求められるので、ここはもう対策しないと何も書けなくなってしまう恐れがある、もう最もこう 足切りをの可能性が高い科目でもあるので、単論もおすすめはしないですけれども、もう早い段階で論文のゴールを見ておく、そして、まあ、論文用のテキストも少し目を通しておいて、そこから逆算して担当の問題をもう最低限やっていくっていう、そういうスタンスで乗り切るのが、まあ、そうせざるを得ないのかなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。次は管理会計論ですね。はい、まあ、担当専念される方、小林先生どうですか。はい、まあ、これも企業法と同じで、まあ、管理完璧な人は、まあ、なかなかいないと思うので、ここも理解が足りていない、まあ、管理の分野だったり、原価計算 もちろんですけれども、計算で苦手なところを、まあ、重点的に見直して、そもそも自分が解放一から解放していくときに何をやっていて、まあ、どういう論点があって、そういう、まあ、一からこうちゃんと理論立てて計算をできるように、まあ、計算ですね、しっかり計算をこの時期にやるのがベストかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。佐藤先生はどうですか。はい、計算はまんべんなく、担当問題集でやるのがいいのかなと思いまして、でただやっぱり担当ってその解きやすい問題、解きにくい問題っていうのが、まあ、割と解きやすいのが後ろの方に固まる傾向がある、まあ逆の場合もあるんですけど、割と後半に簡単なところが寄りやすいので、まあ、直前期になってくると原価計算よりも管理会計の方をちょっと重めにやるとか、そういった形で対策がいいのかなと思います。で理論に関しては、私のやり方は原価計算の理論はやっぱ基準が大事だったんですね。で、なのでテキスト1、まあ、テキスト1というか、テキストというよりは一問一答で
理解を解説を見て理解をする。で原文にですね、基準の原文に引っ掛けのポイントをマーカーとかメモを入れて、最終的にはまあ基準だけ回す、原文だけ回すっていう風な形に原価計算してました。で、管理会計のその理論については一問一答っていうよりはあれは分かればいいというところがあるので意味を理解すればいいと、なのでテキストを読んでいました。担当専念としては、まあ、これをやればいいのかなというふうに私は思います、うん、ありがとうございます、まあ、計算はでもこの時期はちょっとしっかり回さないと、はい、そうですよね、なかなか身につかないん でそこの弱点っていうのもこの前の試験受け終わった方っていうのは分かってるはずなので、分かってないんだったらちゃんと自分がどこがちょっとダメなのかなっていうのをちゃんと明確化させて、計算は早めに潰さないとね、後から後悔することだと思う。まあそれは財務も同じでしょうけどね、はい、ありがとうございます。なら難しいですけど単路同時並行の場合ですね、小林先生どうですか。はい、これは、まあ、管理会計論に関しては、まあ、担当論文で計算の分野に関してはそこまで対策に差がない、むしろ5月担当の方がより管理会計論の計算の知識がより他の可燃の論文線に比べて知識が深い状態にあるので、むしろここはチャンスだと思ってしっかり計算を固めるっていうスタンスは担当専念の場合と同じですね、うん、ただ論文理論ですね、理論の場合は少し論述のテクニックだったりそもそも論点がたくさんあるような新たな対策が求められるところがありますので、ちょっと早い段階で論文用のテキストを見て、担当の理論と並行して抑えられるところを重点的に抑えるのがよろしいかと思います、はい、佐藤先生どうですか。はい、私としては、担当専念も単論並行もあんまりやり方変わんないのかなっていうふうな感じがしていて、計算に関してはまあちょっと、担当専念よりもまあ抑え気味になるのがいいのかなっていうふうに思います。ただまんべんなくやっぱりやっておく必要があると。でじゃないとその単論並行なんで論文の対策もしなくちゃいけないので、うん、やっぱりそっちに時間を割く必要もあるので、まあただまんべんなくやってほしいと、うん、で、そうですね、理論についてはその担当専念だからこそできるその一問一答解説読んで原文にみたいな話もあるんですけど、ちょっとここについては単論で行くなら一問一答で行くとか割とそのリスクを取って、攻めていくテキストと一問一答とかじゃなくてちょっと教材を絞っちゃうとか、そういったリスクの取り方が必要になってくるんじゃないかなって現実的には思います。はい、はい、ありがとうございます。なかなか管理は難しいですね、単論でどうっていうのも ね、なかなか対策したとしても取れると限らないですね。そうですよね、なかなかここはちょっと難しいですね。まあ、やりつつもやっぱり二宮先生とかとちょっと相談しつつっていうのも必要かもしれないですね、ここら辺はね、うん、はい、監査論です。まあ、担当専念の方だった場合ですね、佐藤先生どうですか。担当専念であれば、私は担当の時一番伸びたなっていう感覚があったのはやはり過去問をたくさんこなして、そこから点数が伸びたなっていう感覚があるので、結構もう本当に過去問を大切に何度も何度も回して過去問の焼き直しが来たらこれはもう絶対取るんだぞっていう風な感覚で、やっていく。なので、まあ、担当専念であればどっちかっていうとインプットよりもアウトプット重視っていうのがいいのかなっていう風に思います。ありがとうございます。小林先生どうですか。はい、私もここは佐藤先生と全く同じで、監査論は過去問をやることでかなり点数アップが望めると思いますので、
まずはアウトプットから入って、もし分からなければ講義に戻る、で理解を深めつつまたアウトプットという形で進めていくことで安定して点が伸びると思います、うん、はいはい、ありがとうございます、はい、単論同時並行だった場合佐藤先生どうですか。はい、単論並行でも過去問大切っていうのは変わらないです。ただやり方としてやっぱりインプットの重視、インプットを重めでやってほしいんですよね。インプットをすることで割とですね、その監査論っていう科目は担当も論文も、やること基本的には変わらないんですよね。なのでインプットで、全体的にこう理解していくっていうのが、まあ、担当受かった後、まあ、論文の勉強にもすぐにこうスムーズに移行できると思うので、そういうインプット重視の勉強がいいかなというふうに思います。ありがとうございます。小林先生はどうですかね。はい、私も同じですね、うん、基本的に変わらないので、アウトプット過去問重視しつつ勉強をして、でかつ私たちが合格した年ってやっぱりこう二重責任の原則を書きなさいとか、精神的独立性の定義を書きなさいとか、そういったこう暗記重視、暗記の問題も多数出るので、うん、こう担当の時に、まあ、ちょっとこの定義を暗記しておこうとか、うん、そういうアンテナ張っておくだけでも後の勉強にもかなり活かせると思うので、まあ、定義の暗記だったりそういったのもアンテナを張りつつもアウトプット重視でやるのがよろしいかと思います。ありがとうございます。論文のアウトプット教材でのプレトーレンっていうのがあるんですけど、ボリュームが少なくて穴埋めだったり短い条文を書くだけのものなんですけども、多分担当のインプットがちゃんとされている方だったらある程度実は解けるようなものになっているので、ちょっとそれをプレトーレン全部は多分回せないんで、単論同時並行の方って企業法と監査論はこのプレトーレンでちょっとウォームアップはされるといいのかなと思います。担当の多分知識で書けたりするんで、ある程度でそれで長文の論述を書く前の準備をちょっと作ってもいいのかなと思います。あと監査論なんですけども、試験範囲が発表されてそれを見ると23年12月の教材使えそうな感じなんですけど、ちょっと今精査してるんで担当者とちょっと回答を待っていてください。はい、受講者に関してはメールとかマイページとかでお知らせしようと思いますんで、あと一問一答のページもアップデートしますから、結論出たらそっちの改正についてっていう欄を見ていただければいいかなと思います。はい、はい、みんな大好き財務会計論ですけどもね担当専念の方、小林先生どうですか。はい、直近の担当式試験でもあったようにボーダーが 75% とかなり跳ね上がっている状態で、この財務で1問落とすことのダメージっていうのがかなり大きくなっているので、この財務の位置づけっていうのはかなり大事になってくると思います。で中でも計算問題については個別連結ともにしっかり取り切る必要があるので、まずはこの時期計算を本当に固めるというところが大事だと思います。決してこう理論に逃げずにまずは計算の論点と向き合ってやるべきだと思います。で徐々にまあ計算が慣れてきたらこう理論に行きつつ、理論と並行、例えば現存の例えば将来キャッシュに例えば割引率に例えば何だろうな、乖離するリスクを含めるのか含めないとか、そういう計算と理論がマッチするようなところをこうなぞってみたり、そういった並行をしながらまずは計算を固めることがベストかなというふうに思います。うん、ありがとうございます。どうですか佐藤先生。はい、担当専念であれば、そうですね、どうしようかな、すいません、計算を個別重視、に振り切るのも一つかなと思います。論文になると連結とても重要になるんですけど、やっぱり論文との並行と担当との専念で強弱をつけるっていう意味合いであれば、個別の方が連結よりもこう力を入れるべきであろうと、担当専念の場合は、まあ、連結も簡単なのは時に行くべきだと思います。
ただ連結企業結合組織再編、これをかなり力入れていくと個別っていうのは若干おろそかになりがちなところがあるので、個別でできないところっていうのはやっぱりなくしていこうっていう気持ちで、まあ、個別重視の気持ちでやってほしいというふうに担当せねだと思います。で、理論に関してはアウトプットよりの方が担当専念だったらいいのかなと思います。担当はやはり趣旨というよりは結論、これを聞かれますので、結論を覚えに行くというところでアウトプット重視が担当専念であれば、何度も言いますけど担当専念であればいいのかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、あの連結に関してね、確かに解くのにすごい時間がかかるんで、ここのアウトプットをあんまりやりすぎると確かにね、個別論点とかあと他の科目の勉強時間にも影響が受けるから、そこはそうかもしれないですね。あの連結もやっぱり部分的に点数が取れる箇所とかを取る練習をするには、はい、結局総合問題、連結の総合問題を使って練習するしかないので、なんで、やらないってことはないってことです連結もちゃんとやってください。部分点取れる練習をちゃんと最低限すると。で個別がある程度こう回ってきて、特に例えば今回 74% とかでねダメだった方とかは多分結構完成されてるんで、ある程度その方はちょっと連結は重めにちょっとやってもいいんじゃないかなとは思いますけどね。もう単論並行の部分ですよね。あ、そうですね、なるほど。まあなんでやらないってことはないってことですね。連結、ね、連結を捨てるってことは存在しないんで、そこだけはちょっとね、はい、皆さん誤解ないようにお願いします。はい、じゃあ単論平行だった場合、小林先生どうですか。はい、まあ、ここはあの計算については、まあ、担当と同じで、まあ、個別、まあ、重視する方もいればいるんでしょうけれども、あの個別連結ともに計算重視で対策していただいて、ただ論文の場合計算だと、まあ、特に連結とかは一から自分で数値を埋めなきゃいけないので、ある程度こう例えば連結上の土地の金額とか自分で算定する必要があるので、こう一旦こう目で隠して自分で出せるかどうかっていう弾く練習ももちろん必要だと思いますし、あと特に理論ですね。理論はかなり論文の場合だと暗記する事項というのはかなり多くなるので、もうこの時期から単論並行するのであればちょっとずつ講義を消化してある程度こう暗記をしていくのがよろしいかと思います。はい、ありがとうございます。佐藤先生どうですかね。はい、計算に関しては、割と連結企業結合組織再編、これを割と重めに論文でも戦えるレベルにはもうこの段階で5月担当までの段階で作り上げてしまわないと間に合わないと思います。なので、それをやっていただきたいんですけれども、まあ、個別ももちろん大切です。個別をおろそかにすると担当がもう受からないので、なのでただもう連結企業結合組織再編をやるにあたってはちゃんと下書きを残しておいてほしいんですよね。基本的にその試験を受ける前に、全てをこう覚えておくっていうのはなんか人間無理だと思っていて、なので連結と組織再編に関しては私はまとめてました、ノートに。でそんなに細かくまとめるんじゃなくて、タイムテーブルと固有の仕分けですよね。固有の仕分けと、あと、企業結合組織再編であれば図式ですね。 A 社が B 社にくっついてどういう形になったのか、っていうのを図を書くんです、自分で。で書いておいて試験の前日とか直前にですねパラッて開くと、もうその論点がパッとこう思い浮かべられるように、直前記憶でいいんですよね。直前記憶で取り戻すために、直前に取り戻すためにそういうまとめをしておいてほしい。でただまとめにそんなに時間をかけないでほしいというところがあります。で、理論に関しては影山先生のレジュメに、結論の背景であったりそういったのが結構趣旨がですね豊富に書いてありますので、まさにそれを書く試験というのが、
論文の第4問の試験、第5問とかにも第3にもありますけど、主に第4問がですね、そういった理論を書くものになりますので、それが書けるように、うん、そっちも趣旨とかもちゃんと目を向けるのもいいかなって思います。はい、以上です。ありがとうございます。なんかあの仕分けがやっぱり長い連中、組織再編ってそうなってて、で私は日商一級受けるときにあいつらが一番熱い時期だったんですけども、日商一級ってもうなんかもうね、財務と管理しかねえじゃないですか。なのにあの組織再編の連中って忘れるんですよ、ね、触れてないと。だから試験の前日も見ないといけないんですよ、あいつら。めちゃくちゃやってる連中もなんか忘れるんですよ。その勉強量足りないとかじゃなくて、あいつら長いから忘れるんですよそれはあのだからこれから皆さんね、また5月と8月のね勉強のためにあの時間使っていくんですけども、忘れてショック受ける方いるんですけど、あれ忘れるもんなんで、ええ、忘れますね。あ、いいんですよ。だからちょこ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 見ておく。だからがっつり解くと時間かかるから、さっき言ったそのまとめノートみたいなやつとか、テキストで仕分けの流れちょこちょこ見るとかみたいなのをやって、あんまり時間をかけずに忘れないような状況を作れるようにしとく。これなんか財務会計の組織再編 あるあるのような気がしますよね。なんかみんな忘れるんですよね。でも忘れるもんなんですよね。多分毎日やっててもなんかふとした時忘れますね。なんでそこはあんまり気にせずに、忘れない対策っていうか、思い出す対策っていうか、思い出すためのこれっていうのを作っとけば、あとはもういいのかなって感じしますよね。ちょっと一つ言い忘れたことがあって、その連結を勉強する上で大切なのっていうのが、今自分がどこをやってるかなんですよ。連結っていうのは個別財務諸表の修正があって、そこから一つになって、で、投資投資の総裁消去があって、で成果連結があってっていうふうにこう流れていくんですけど、今自分がどのステップにいてどこの勉強をしているのか、これをすることで本試験の時頭に今どこにいるかを思い浮かべて、今のポジションだったらどんな仕分けっていうのがこう勉強してきたかな、でその論点が問題文にないかなっていうのをこう照らしていくと、で一つ一つステップを経てって、あ、見落としないなっていう形でやれば割とミスは減るのかなって思います。はい、ありがとうございますさあ論文いきます。試験の順番に並んでるってことを気づきましたかね、皆さんね。 1日目午前はカーサロンですからね。はい、はい、論文のカーサロンです。で担当専念された方の話なんで、つまり担当終わって、そう、3ヶ月で何をすればいいのかってですね。佐藤先生どうですか。はい、3ヶ月でやるのは、理論の典型の問題と、あと事例の問題っていうのが、まあ、論文では分かれてくるというところで、まあ、事例に関しては当連、模試、過去問、これをやることで大体のパターンがつかめると思うので、まずそのパターンをつかむことが大切であると。で、実際に解くかどうか、っていうところは時間との兼ね合いで考えてほしいなと思います。まずはちょっとパターンをつかむところから、まあ、あの最初に回答を見ちゃってもいいと思うんですよね。回答を見ちゃって、あまり時間がないっていうのは分かってるんで、それでパターンをつかんでいく。で、典型理論とかそういった問題っていうのは、あの、まあ、もちろん模試とか当連とか ありますけれども、やっぱりそのレジュメの中にも、もちろんそういうのはあるものなので、普段からレジュメを見ていく中で、これの理由については何かで理由が書いてありますっていうレジュメの構成であれば、その理由の部分について手で隠して自分で空で言えるか、まあ、空で確実に、一言一句じゃなくてもキーワードをちゃんと押さえて文としてつなげられそうかなっていうのを思い浮かべる。これでインプットと合わせてアウトプットになりますので、そういった勉強で、うん、なるべく
書く機会っていうのは抑えないと間に合わないかなっていうふうに思います。はい、小林先生どうですか。はい、論文の科目の中で監査論は一番比重を下げなきゃいけない科目です。まず全体的に言うと、そしてもう本当に時間がないので講義を見たり理解をし直すっていう作業は基本的にできないと思いますので、佐藤先生おっしゃったように答練だったり過去問かなにアウトプット重視でもう暗記、もう本当に覚えに行く作業がもうこの3ヶ月やるべき人の対策なので、もう講義を見たり理解に走るのではなく、もう理解してないけどとにかく暗記するのが合格に一番近い時間の使い方かなと思います。はい、ありがとうございます。はい、単論同時並行ですね。はい、まあ、論文について話す感じですかね。佐藤先生どうですか。はい、はい、単論並行の場合は、そうですね、もう5月までの段階で割とインプットしてると思うので、アウトプット、回転してもいいかもしれないです。回転して、ただ先ほど小林先生言ったように、そんなにやっちゃいけないんで、やっちゃいけないっていうのは、まあ、どうかなと思うんですけど抑えるべき科目だと思うので、うん、そうですね、まあ、なるべく抑えつつ、でも担当専念よりはできるのであるから、アウトプットちゃんと書いてみるっていうところとかも必要かもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。小林先生どうですか。はい、まあ、基本的に担当専念と同じで、あまり時間は使わずに暗記をベースでやるっていうところは変わらないですね。ただ担当専念生と比較して、まあ、比較的にまあ時間はあると思うので、論文で新たに追加される事例問題第2問の対策に多少時間を使って、担当専念よりもよりちょっと強化するっていうスタンスがよろしいかと思います。うん、ありがとうございます。やっぱロングレ答練とかを素材としてちょっと勉強していくって感じになるんですかね。うん、思います。ロングレ講座もう受けてる時間ないか。ないと思います。あ、一応担当専念で3ヶ月後の論文を目指すためだけに作った圧縮圧縮論文合格コースっていうのがあって、監査論2コマなんでインプット、それはいいかもしれない。それはね、見てほしいですね。その担当の知識でどう論文で戦うかっていう話を各科目で全部やってるんで、企業法も3コマぐらいしかないのかな。租税法もかなり圧縮されてるんで、ちょっとそっちを担当専念の人は利用するといいかもしれないですね。はい、なんかあんまり監査論に関しては怖がらなくていいかもしれないですね。うんうん、間に合うので割と、うん、はい、ありがとうございます。租税法、はい、租税法のインプットを全くやってない方、うん、すごい担当専念の方ですね。はい、小林先生どうですか。はい、租税法、この租税法がこの場合には最も時間を使うべき科目だと認識してます。うん、そしてそれでこの租税法で完璧を目指すことは不可能なので、この3ヶ月間でので減価償却だったり受け取り配当金なりも出る重要性の高い論点というのもほぼ決まっているので、そこだけを取りに行く、決して科目合格を狙ったりそういった期待はせずに、本当に足切りにならないように重要論点だけを潰していく、そこはちゃんと講義を見つつですね、重要論点についてはしっかり時間を使ってしっかり手を動かして対策をしていくっていうのが大事かなというふうに思います。ありがとうございます。佐藤先生どうですか。はい、これは圧縮講義を絶対見ましょう。絶対見るんですけれども、自分の中でそんなに点数を追い求めないことが、求めすぎないことが大切で、法人税の方が配点が多いというか、まあ、書くところが多いと。で、所得消費が大体同じぐらい、法人税よりも少ないと。で、点数としては目標を法人税20点に置いといて
結果18点みたいな、うん、これが大体30点分ぐらいですかね。30点分ぐらいの中の20点を狙いつつ結果18点で喜んでいいです。で、所得と消費に関してはそれぞれ15点ぐらいでしたっけ。そうですね。そうですよね。で15点分ぐらいの中から5点を目指すと、5点ずつを目指して結果3点でもうこれはもう飛び跳ねていい、うん、そのぐらいなんですよね、うん、なので、まあ、ただ講義見ないことに分かんないので、うん、で法人税はちゃんと講義を見てほしいと、まあ、全部ですね見てほしいんですが、そうですね、法人税重めで、所得と消費はそんなに重くやっちゃいけないので、まあ、所得に関しては所得控除ですね。皆さん確定申告やったかどうか分かんないですけど、なんかいろいろ基礎控除とか、配偶者控除とかいろいろ控除項目あるので、そういったのって覚えやすいので簡単に覚えられて、で点にもつながりやすいので所得控除を狙っていく。で消費税に関しては売上仕入れってあるんですけど、まあ、売上側だけに絞っちゃうっていうのも全然ありで、あとはですね、何かその売上の時の、まあ、割引であったりとかそういったまあ、やると分かるんですけど対価の変換みたいな、まあ、そういう言葉が出てきて、そういうのって簡単に取れるんですね、うん、でそういった簡単に取れるところも講義では教えてくれると思います。なので簡単な部分について取れるようにっていうのを意識して勉強するというのがいいと思います。で、まあ、計算そうですね。で理論に関しても、まあ、そんな時間ないと思うんですけど、理論は統連とか模試とかをこうかき集めて、そうですね、うん、で出てたやつ出てた条文を本試験で引っ張れるように、うんうん、そうですね、ちょっと目次に出てたやつ条文のところ色塗っておくとかそういったのがいいかもしれないですね、はい、ありがとうございます、はい。まあ、単論並行されてるんで、まあ、租税法は、うん、ある程度ちょっと勉強が進んでる状態ですよね、うんうん、これは並行ですからね、3ヶ月の部分、そうですね、まあ、租税法について、うん、担当と同時並行している租税法についてちょっと、はい、小林先生どうですか、はい、これは財務とか管理のこの時点での自分のレベルによって対策方法が変わると思ってまして、まず財務管理である程度高いレベルにある、例えば12月の担当で7割8割安定的に取れる状況であるなら、もう1月からすぐに租税法を開始するべきで、うん、もし固まっていないのであれば、租税に使う時間っていうのはもうそもそも担当受からないと次に行けないので、まずは租税法に時間をちょっと縮小して、まずは財務管理にしっかり計算に当てていくっていうのが大事だと思うので、まずはご自身のレベルに応じて租税法の対策が変わるっていうところをご認識いただいて、でここも単論並行だからといって基本的なスタンスは変わらないので、法人税法の重要論点に絞ったり、そういうスタンスは変わらずに対策を進めるべきかなというふうに思ってます、はい、ありがとうございます。佐藤先生どうですか。はい、私はあんまりその担当専念と単論並行でそんなに租税法の知識に差はないなっていうふうに思ってしまうんですよね。その担当をやっぱり目標としている以上、論文っていうのはどうしても後のことになるので、講義を見たとしても結構忘れてると思うんですよね。なので蓋開けてみると、多分担当専念の人のものすごく頑張った人とちょっとトントンになるぐらいの点数が取れるかなっていう風なのが、おそらく単論並行の人だと思います。なので、やることというか目標点自体はおそらくその担当専念のさっきの言った
蓋開けて18点3点3点みたいなところみたいのは、まああまり変えなくてもいいんじゃないかなっていうふうには思っています。その代わり、理論の方にちょっと、時間を割くっていうのもいいかもしれないです。でやることとしては、その模試とか答練書き集めて出た条文をこうピックアップしてくるっていうのはそれも変わらないんですけれども、まあ、それだけだとやっぱり不安なので、通読っていうのはおかしいですけど、通読するっていうのは大変ですけど、要は目次をこう何ですかね、計算の問題を解くときに、この目次、まあ、この条文の、まあ、規定に照らしてですね、計算されてるんだっていうところもありますので、やっぱちょっとテキストやってるときに、まあ、条文番号っていうのをそれ書いてありますので、そういったのをちょっと意識してほしいなっていうふうなのは思います。だから理論にちょっと力を入れるぐらいが多分担当専念との違いかなと思います。はい、ありがとうございます。租税法の、理論のテキストが1月17日に発送されるんですけども、これはロングレー講座も圧縮論文講座も両方ともついている理論のテキストってのがあるんですけど、それの目次の隣が法人所得消費の、条文の見出し、うんうん、全部集めてるやつで、さらにその中にダイヤの印が書いてあるやつは重要な条文ですっていうマークが使われているものがあるので、うん、法令基準集が本試験で使われると思うんですけども、あれが届くまではその条文の見出しをよく見るといいと思います。どこに何が書いてあるのかっていうのが一目瞭然なんで、うん、法令基準集で本番で引くっていう練習をそのテキストである程度もうできるようになってます。で、去年まで出してたスマート論点集パーフェクトっていう、計算のインプットだ、その計算の計算方法とかがまとまってるちっちゃい本がついてたと思うんですけれども、そいつ2月7日ぐらいに発送されるんですけども、今度はそいつにその条文の見出しも後ろにつけました全部。だつまりその一冊で計算のインプットと条文どこに書いてあるのかっていう場所が分かるようにしたんで、もうぶっちゃけそれそれだけしかやんねえみたいな、まあ、圧縮講義はね、3ヶ月しかやらない、総勢しかやらないっていう方は多分圧縮の講義聞くと思うんですけども、実際に自宅で勉強するものはもうそのスマート論点集だけでいいのかなみたいな感じですね、うん、あと今おっしゃったように答練集めて条文とかこう確認するっていうやつはもうぜひやってほしいですね。それだけで受かってる方めっちゃいるんで、うん、それはもうお二人が話したその答練ってもう本当にめちゃくちゃ多分役立つと思うんで、それとそのスマート論点集、多分飯田先生がこうダイヤ印つけてるやつってまあ出てるんですよもうほぼ統計的にもう分かってるんでしょうけどね、うん、なんでぜひそれは活用してほしいなと思いますけどね、はい、うん、管理会計論です。はい、論文の管理会計論担当に専念してて残り3ヶ月でやることっていうのは何でしょう、佐藤先生どうですか。はい、そうですね、3ヶ月なのでやっぱ答練とか模試とかをこう、まあ、広げます。広げて確認をしてほしいです。それは担当でやってきた問題をつなげたのが論文の計算であるというところを確認してほしいです。部門別計算があって製品別とか、まあ、そういうふうに厳格計算のこう流れとかが、まあ、担当で問題演習してきたけどそれらがもう複合的に混ざり合ってるんだなというところが確認できればいいのかなっていうふうには思ってます。ただやっぱり演習の機会っていうのも大事なので、全部の答練やらなくていいとは思ってるんです。全部の答練問題見て
回答すぐに見ちゃって、解説見ちゃって、確認するっていうのはしてほしいんですけれども、解くっていうのは絞ってほしいです。模試だけっていうのはまあ少ないかもしれないですけど、模試と答練のどれかとか絞ってもいいのかなっていうふうに、3ヶ月ですからね残りと思います。やっぱ租税法を優先してほしいんですよね。で、理論に関しては理論問題集っていうのが、テキストに当たるんですね、うん、で、典型 A と重要 A だったかな、そういったので分かれていて、どっちかが A になってるやつっていうのはやっぱり抑えていかないといけないんですよね、なの でどういうふうに抑えるかっていうと、講義ではですね、ロジカルフローで、勉強するんですけど、ロジカルフローの方じゃなくて、ロジカルフローの上にある問題の回答ですよね。回答がまさに本試験で、書くときのその文章になりますので、答案に、まあ、こういうふうに書くんだなっていう文章を、これはまあキーワードを大切に文章で覚えに行くっていうのが、もう本当に3ヶ月しかないのでいいのかなって思います。で、ものすごくおすすめなのが、これ伝えたかったのが、圧縮講座、二宮先生の2コマですよね。2コマでものすごい、もう 10ページとかそんなぐらいなんじゃないかなっていうレジュメに、もう二宮先生の厳選したこう問題と回答っていうのをバーってこうまとめてるレジュメがあるんで、それ配られて、でひたすらその2コマで二宮先生がそれを解説するっていう講義になってるんで、もうそれを、自習室への通学、まあ、通学とか本当に歯磨きしてる時とか、ずっと音声をこう耳で流しながら、うん、もう暇な時は音声で流して、でむしろもう典型 A 重要 A って担当理論問題集の話しましたけど、この3ヶ月ならどっちかっていうとやっぱりその圧縮のレジュメに行く、圧縮のレジュメでやるっていうのが正直いいのかなって思います。はい、はい、ありがとうございます。小林さんどうですかね。はい、もう管理会計論については直近の論文でも第2問が素点5点とかで合格ラインだったり、もうそのレベルなんですよ。だから対策したとしてもそれが反映されない可能性もある科目でもあるので、うん、担当先ね、されてた方であれば計算については正直他の論文生に比べて高いレベルにある可能性があるので、うん、基本的には論文で新たに教材を増やしたりは絶対してはダメだと思ってます、うん、なので担当でここで計算に使わないようにするために担当前に計算を固める、これがスタンスが最も大事だと思うので、うん、そのスタンスでもって計算とかそういったものは勇気を持ってやらないで、唯一論文だと、まあ、その理論の筆記のところがやっぱり問題になるので、佐藤先生おっしゃったもう本当にコスパ重視で二宮先生の講義とかを利用して、本当に時間をかけずに、まずは租税と経営っていうのが皆さんはやるとき絶対科目なので、管理会計論も時間をかけずに対策をしていくっていうところが大事かなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、はい、単論並行している方の論文の管理、佐藤先生どうですか。はい、単論並行は先ほど申し上げた、理論問題集の典型 A 重要 A どっちかをのが A のものをやるっていうのはもちろんなんですけど、理想を言えば BB のやつもやってほしいんですね。典型 B 重要 B、これもやってほしいっていうのが理想にありますが、正直私だったら圧縮講義の二宮先生のレジュメにかけますね。正直、まあ私がその受験生時代も、もう本当に重要なものがこうそこのレジュメにまとまっていたんですよね。で、もう時間ないんですよ、いろいろやってると。うん、で時間ないので、それは絶対に落としちゃいけない理論になってるというところがあるので、まあ、それにかける。むしろ
他の受験生よりももう毎日毎日二宮先生の講義を音声で耳から流してるわけですから精度高く書けるんですよね典型が、うん、なのでその精度高く書けるっていう部分をむしろ強みにするっていうのが大切なのかなっていうふうには思います。ありがとうございます。小林先生どうですか。はい、私はこれは担当先生とスタンスは変わらないです。本当に単論並行だからといって手を広げることは絶対にせずに、ここもコスパ重視で計算は担当のために絶対固めておくで、理論も佐藤先生おっしゃったように二宮先生のレジュメを利用してコスパ重視で対策していく、これに尽きると思います。ありがとうございます。圧縮論文講座の管理会計論を2コマなのでもしなんか圧縮論文合格コースには入ってるんですけども他のコースに入ってないんですよこいつら。圧縮論文講座って、まあ、でもこれ圧縮論文講座だけで購入できるんで、しかも科目別にも1万円ちょっとですね。1万2、3000円とか。そうそうそう、めちゃくちゃ安いんで、ちょっとめちゃ同時並行で多分単論コースとか申し込んでる人って、はい、レギュラーの論文グレードアップ講座がくっついてるんで、うん、まあ、それは想定して入れちゃってるんですけど、あ厳しいなってなったら、はい、ちょっと教えてチューターとかね、二宮先生とかに相談して、まあ、圧縮論文講座の管理だけ買うみたいなのもちょっと検討していただいてもいいのかなと。あれ5万円ぐらいでもいいと思いますよ。ね、我々はそのね、受講生さんですから受講生さんのためにね、まあ2個はですからね、まあ、そうですね、2個ですからね、まあ、安くいきたいなと思いますけど、あれはでもマジでいいですよ。あれは本当に、うん、あれはね、そう安いですね。あれはあそこまで絞るかっていうぐらい絞ってますから、ね、めっちゃ絞ってますね。ペラペラですよ。ペラペラペラですからね。だからリスクはあるんですよ。まあ そこ以外も出る可能性があるんだけど、現実的に広げられないんですよ、うんうん、そこまで手を広げられないからこそ圧縮論文講座申し込んでるから、なんであの結論に至ったんで、相当厳選したみたいなんで考えて、はい、ぜひそこは利用していただきたいなと思いますね、うん、はい、はい、配点が唯一300点の財務会計論です。担当専念の方、残り3ヶ月でやることを教えてください。小林先生、はい、ここは担当時代に、連結個別とも計算が固まっているのが理想です。あと論文の場合には企業結合であったり、組織再編の難しいところも出てくるので、そこも固まっていることが理想ですので、担当時代にそこについて対策をしていくことが重要だと思います。また理論については範囲がものすごく多いで、かつ合格する受験生というのは理論の A 論点と B 論点については多分空でこう言える状態のレベルにあると思ってます。でそうじゃないと覚えて暗記して書けるぐらいじゃないと時間が足らない、もうそういった試験になってるので、他の合格受験生のレベルも鑑みると A 論点 B 論点にもう本当に絞ってそこをもう暗記していくっていうのが大事かなっていうふうに思ってます、うんうん、はい、ありがとうございます。佐藤先生どうですか。はい、私は5月担当対策の時に担当専念の人は個別を重視っていう風な話をしているので、もしかしたら本当に連結をこう軽視してきた人がいるかもしれないので、そういった方は絶対に連結、企業結合、事業分離をちゃんとやり直してほしいです。それがないと第5問で本当にボロボロになって何があっても受からないっていう風な、どんな奇跡があっても受かんないみたいなことになってしまうので、本当に連結、企業結合、組織再編、まあ、事業分離っていうのは大切にちょっとやり直してほしいなと思います。でそのやっていく中で、まあ、3ヶ月しかないとは言ってもピンポイントで狙える特訓っていうのはしてほしいんです。ピンポイントで、うん、総合問題で練習するんですけど、まあ、担当の時もピンポイントの、まあ、そうですね、
解き方が習得できていればそれも売り元を直で狙いに行ったりとかできますし、そういう売り元の直で狙う方法っていうのはやっぱり今自分が連結のどのステップにいるのかっていうのを大切にできていれば、このステップでは売り元調整する項目何かあるかなって考えることができるので、やっぱ自分の立ち位置をこう意識しながら解くっていうのが重要かなと。未達商品がありました、未達がありましたらそれで商品が動きます、じゃあ未実現利益の調整で売り元が動きますとか、そういったで、まあ、ステップとしてはあれですよね、まだ売上高と売上原価の相殺とかありますよね。そういったのをこう網羅的にこう頭の中に広げられるような、特訓ですね。そこからこう集計していってピンポイントで狙う勉強の仕方をしていただきたいなと思います。で、理論に関しては3ヶ月なので、私だったら影山先生のレジュメで戦うかなって思いますね。あそこにも論文の理論っていうのがかなり詰まっているので、まあそれでいけるか、本当にいけるかどうかっていうのはこれちょっと影山先生に相談かなと。かなりリスクを取った理論にの、まあ、対策になりますんで、まあ、もしいけたらそれでいきたいなっていうふうに思います。今だったらそういうふうにするかなって思います。で、まあ、普通だったらやっぱりポイントリスト、財務の理論問題集ですよね、これがテキストになりますので、それのポイントリストの、まあ、これも圧縮講義ですかね、圧縮講義で影山先生が圧縮講義って理論もやってますよね。あ、やってます、やってますよね、はい、で影山先生がやっぱ色を塗ったってことこっていうのはとっても大切なんで、そこは絶対に漏らさないようなっていうふうなのをやっていただければなと思います。同時並行にしている方の財務会計論、小林先生どうですか。はい、これ先ほど冒頭申し上げればよかったんですけれども、短期で誤発で買っていく人の特典比率の特徴っていうのが、この管理と財務の合わせた会計額がポンって跳ねてて、他は軒並み低い状態、もう会計額っていうのが点数3倍なんですよ。だからこの科目で稼げれば受かるし、稼げなかったら落ちるっていう、そういう特徴になってるの でかつこの財務っていうのは得点がかなり配点高いので、ここで引っ張れるかどうかが皆さんが受かる鍵になってるので、この単論並行の方については、影山先生の添削をロングレを実際ちょっと解いてみて、影山先生に相談しながら逐次自分の状況っていうのをキャッチアップしていく作業がとても大事かなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。佐藤先生はどうですかね。そのやっぱり会計額の3倍効果っていうのはやっぱり意識してほしいですね。それで会計額で偏差点50とか下回ってくると本当にもう取り返せない領域になってくるので、やっぱ会計でこけないように、会計はきちんと財務だけじゃなくて管理もやるっていうのは意識してほしいです。で、まあ、単論並行なんで担当専念よりやはり勉強時間があるというところで、この場合は影山先生レジュメに絞るっていうのはかなりのリスクになっちゃうんで、やっぱりポイントリストかなと思います。レックは財務会計のその理論の対策っていうとやっぱりポイントリストになりますので、そうだな、やっぱり圧縮講義ですかね。圧縮講義を見るというのがいいと思います。ただまあその中でも軒並みやっぱり管理の二宮先生の理論の圧縮講義っていうのはずば抜けてますけど、ちょっと失礼ですかね。はい、けどまあ圧縮講義見るっていうのがいいかなと思います。はい、同じですね、同じです。なんだろうな、添削とかもさっき言った担当専念の人と単論同時並行だと、まあ、担当専念の方は3ヶ月しかないから、まあ、当輪はね部分的にやったりやらなかったりっていうのがあると思うんですけども、まあ、単論の並行の方は結構
結構の回数は提出される可能性があると思うんですけど、添削で郵送でこっち送ってもらうみたいな感じで今やってるんですけども、その送る前に写メで残しておいてほしいですね。スマホの自分が書いた答案がこっちが添削してウェブアップしてこんな感じでしたってなるまでかなりタイムラグがあるんで、ご自身の答案って非常にそれだけでも貴重なものですから、それは写メで撮っておいてもらって、で回答解説見て見比べてどこが足りなかったのかっていうのを明確にしてほしいですね。それはものすごく早い段階で、答練を解いた直後にそれは多分やらないといけない作業だから、添削もしてほしい、でも手元に何か残したいっていう方が結構出てくると思うんで、写メ撮って、うんうん、キャムスキャンかな、キャムスキャンスキャンとかいう、あれ撮って画像でも保存できるし、連写して連写というか何枚も撮ってまとめて PDF とかで保存もできるんで、うん、PDF で多分保存した方がいいと思うんで、それスマホに入れて、でパソコンにも入れていつでもこう見返せるようにして、どこが書いたんだけどどこ足りなかったのかっていうのはちゃんとできるようにしてほしいです、うん、で添削ももちろんやってほしいので、今お伝えしました。はい、それはすいません、はい、企業法です。はい、残り3ヶ月で論文の企業法は何をすればいいんでしょうか、佐藤先生。はい、いやー、企業法の3ヶ月ですからね、私だったら論文グレードアップ討論と、もしここに全て書けるかもしれないですね。残り3ヶ月なので、でレックの討論模試っていうのは本当に当たるんですよ、うん、なんか怖いなってぐらい当たって、でもずっと当たり続けているという実績があるので、正直本当に討論模試を信じる、完全に信じきるのはリスクでもありますけど、実績がこうやっぱりそのリスクっていうのを下げる効果を持ってるのかなって思いますので、討論模試を信じて3ヶ月だったらそうするかもしれないです。私だったら討論模試だけをやる。で、実際にもし出なかったら、出なかった、それが出なかったら本番で、まあもちろん空欄は絶対に落ちちゃうんでよくないんですけど、事例の問題でもう見たことないです分かりませんってなったら、結論有効か無効か、これを判断する効力はどうかっていうふうな話であれば、どっちかに自分のこう気持ち決めると、有効だと、でまあ、有効だというか、それなんでかっていう時に誰がかわいそうかをちょっと考えてほしいんですよ。で有効にしたら誰がかわいそうか、無効にしたら誰がかわいそうか、このかわいそうっていうのは、どっちのかわいそうの方がよりかわいそうなのかっていうのを考えて結論を自分で決めて、そっちに持ってく理由をつけると、本当に分かんなければでしょですよ、そういうふうに書くと、まあしょうがないですね。これはもうしょうがないんで、そういうふうに書くのがもう最後の手段かなと思います。ありがとうございます。小林先生どうですか。はい、私も論文グレードアップ討論と模試に書けます。それだけを見ます。そして条文ですね。条文も手元にご用意いただいて、実際に引く作業が本番では求められるので。論文グレードアップ討論の問題と答え見て、その答えに合ってる条文をちゃんと引けるように準備をしていく。引いてると、あ、だいたいここの位置にあるのなっていう、なんだ、練習にもなるので、私はトイレで条文とか引いてましたかね、よくね。ので3ヶ月であれば、科目は絞りつつ、基本は財務と管理ですから、そのスタンスは曲げずに、グレードアップ討論と模試に絞って、かつ長文を引く練習をちょっと毎日しとく、そういうスタンスでやるのがよろしいかと思います。はい、ありがとうございます。まあ、単の同時でやってる方の論文の起業法はどうですか、佐藤先生。はい、単論並行の人も正直論文グレードアップ講座っていうのはやりすぎだと思っています。
で10コマは到底消化しきれないのと、消化しきれたとしても、まあ、やりきれないというところもあるので、やっぱりここも圧縮だと思います。圧縮講座、確か3コマですよね。3コマで、まあ、森村先生が3コマなんですよっていうふうなことを、まあ、言いつつ、でも、まあ、3コマでやれるように絞りましたってちゃんと絞ってくれてるので、その本当に森村先生が厳選した問題だけ、圧縮講義で厳選した問題だけやると。でその問題大切なんですけど、やっぱり一番重視は当連模試なんですよね。当連模試がなんかそのまんま出るっていう風なのもあるので、当連模試をより重要視して、まあ、それにプラスアルファとしての圧縮講義のやった論点をやってほしい、勉強してほしいなって思います。で、そうだな、勉強するときに、企業法ってどういう勉強をするかっていうと、あの基本的にはその趣旨っていうか、規範となる部分を覚えていくんですよね。その問題があって解決するために、まあ、どういう結論を置きますかですけど、でその結論になるのはこういう理由があるです、あるからです。で、この理由の部分についてこう勉強していくわけですけれども、まあ、そこを覚えると。で、あとは問題見た時に出てきた条文っていうのは、あの企業法の、そうですね、条文をこう引っ張ってもらいたいです。で、毎回引っ張るのはあれなんで、1回引っ張ったら次はちゃんとその条文に目次から飛べることっていうのを必ず確認してほしいです。本試験は目次から飛べればいいので、うん、なので、まあ、問題演習するときもその問題の条文には、目次からこういけるかなっていうのを確認する勉強が大切かなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。小林先生どうですか。はい、基本的に担当専念と同じようにロングレと模試の重点的にやるっていう点は変わらずに、ただ企業法の場合はもう違う分かんない問題が出たら太刀打ちできないっていう恐れがあるので、やっぱりまんべんなくやるのが本当は理想ではありますので、ロングレと模試に並行してここは森村先生と必ず相談をして、テキスト、論文用のテキストで載ってるうちどの論点をやるべきですかっていうのをちゃんと聞いて、ここは相談してやるべき論点を追加するというのが大事だと思います。あと、これは財務でも申し上げましたけれども、森村先生の添削ですね、ロングレーについては自分の記述を、まあ、中島さんも言ったように写真撮っといて、自分の足りなかった点っていうのを把握しながらやるべきかなというふうに思っております。ありがとうございます。まあ、単論コースだと論文のインプットは論文グレードアップ講座になっているので、例えばちょっとその論文のインプットを消化するの大変だなと思ったら、うん、まあ、ちょっと企業法だけではなくてね、他の科目もそうなんですけども、まあ、LINE でどの回を聞くべきかっていうのも大事ですね。聞いてもらって、うん、で森村先生はすごく渋ると思うんですけども頼むと、はい、いやそうなんですよ、企業法っていうのはね、事故が起こりやすいんで、はい、あの10個まで厳選したものを喋ってるからどれも聞いてほしいんだけどなって言うんですけども、その中でもちょっともう絞ればっていうのをぜひね聞いていただいて、その部分だけちょっとやると。あと論文グレードアップ当連と模試は、去年のやつだと、まあ全4問でいうと、3問が的中してます。すごいですよ。はい、で一番私が驚いたのが、ちょっと今度ゼミみたいなのやるんで、このゼミは論文専念ができる方用の企業法の論文ゼミっていうのがあるんですけど、来週の金曜日ぐらいに発売するんですが、これのガイダンスのね準備をやってお話ししたんですけども、そのロングレ当連のそのある回と本試験の問題見たんですけども、あまりにも似ててちょっとびっくりしました。怖いですね。怖いぐらい。そうもらってないですけどね株主さんがなんか ABC って言って、
で取締役がこの B にだけ株主総会だか何だかをやる通知を送ってなかったみたいな、その B の影響力をこう削除したかったのか分かんないですけど、でこれって OK なのみたいなやつだったんですよね。あれであの本試験でも B に送ってなくて、東レでも B に送ってなくてでやってることも全部やつで、面白いのが結論間違えてる回答の方がいたんですよね、うちの東レ受講生でゼミ東レで。でも中 のそこに至るまでの文章が合ってたからめちゃくちゃ点数良かったんですよ。結論間違えてんだけど、それに至るまでがもうロングレ東レ の模範回答のほぼ似たような感じでバーって書いてて、で森村先生もその添削した時にここはしかしじゃなくてただしでしょみたいな、で逆否定的なことを書くんじゃないんだからただしだよってただしって書いてるんですよ彼本試験だ と書いててめちゃくちゃ点数跳ねててっていうのがあるんで、まずロングレトーレンを信じましょう。で、ロングレトーレンで出てないものが出ちゃった場合はその場で何とかしろと、何とかするしかないです。何とかするしかない。それは全論文受験生が多分分かんないと思うんで、その論点ってみんな何とかしてます、で、でもロングレトーレンをやってるとやべえ時の対策もある程度できてるはずなんですよ、こう書けよって全部教えてくれるから。ロングレトーレンで毎回こう書けよって教えてくれるんで、それに当てはめてぽいのを書けばいいんですよ、本番の試験。なんでそういう意味も含めて森村先生と作っていただいている志村先生をぜひね信じていただければと思います、さあ経営学ですね、ラスト、3ヶ月で経営学何をすればいいですか、小林先生。経営学は袖の次に、時間を割くべき科目だと認識してます。で経営学についてはまあ、3ヶ月で受かるとか、そういった話は僕は全く信じてなくて、実際にやってみてこの経営学で3ヶ月しかやらずに対策せずに行って落ちた経験も実際にあります、実際に覚えることも多いですし、計算も比較的論点も多いので、やっぱりある程度講義の時間を取ってしっかりインプットした上でアウトプットするっていう、そういう正規のルートが求められると思うので、ここは逃げずにですね、租税法と並行してインプット講義をまず消化すると。で、できるのであれば東レまで行って計算対策をするのがベストだと思います。ありがとうございます。佐藤先生どうですか。全く同じですね。小林先生と全く同じです。で、一つアドバイスとするとしたら、いろいろ公式が出てくるんですよ、計算で。いろいろ公式が出てきて、見たことのないような、なんだこの文字みたいなのが、ローみたいなのが出てくるんで、あれをちょっと日本語に置き換えてほしいんですよ。置き換えてほしいと、これはシステマティックリスク、だとか、もうなんかカタカナの文字で、これはこの文字は何を表してるか、そういうふうにこう書いていくと、なんか式をこう変形するときに、いろんなこう公式出てくるんですけど、そのときにこう、あ、これこういうふうに変形できるなとか、分かったりするんで、なんかそれをなんか難しい、なんだろうな、このマークみたいなこれで見ていくと、ちょっと変形とかが難しくなったりとか、その公式だけでしか判断できなかったりするんで、やっぱ文字にね、それルビーを振っていくみたいな作業っていうのは必要だと思います、ありがとうございます。さあ、同時並行している人どうでしょうか。はい、小林先生、これは他の科目との兼ね合いもありますけれども、やっぱり計算、もし時間を割けるのであれば講義を見て対策するのもそうですし、あと理論がですね、実際の基本的な理論に追加して、その試験員の対策の講義っていうのも実際にあって、そこからこう出題される可能性もありますと。で、そこまで手を広げるとかなり負担が重くなってしまうので、もし単論並行の場合で、かつ他の科目が割とこうレベルが上がっていると思われるなら、理論について少し
早めにちょっと見ておいて、あ、次あの担当後の暗記をよりスムーズにできる環境に置く、そういった勉強が最も効率的かなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。佐藤先生どうですか。はい、全く同じです。で、あの、流行ったんですよ昔、そのこれは理論、経営学の理論っていうのはすごい忘れやすいものだよと、だからこういう忘れやすいものは直前にやるのが一番いいんだよと、それが流行って、あの本当にそれで、あの、困っちゃった人たちがたくさんいたので、これはもう忘れやすいものはしょうがないんですけど、やっていくと忘れにくくなりますから、まあ、絶対にやっといた方がいいんですっていうのは間違いなく言えます。で、さっき担当専念の時も言わなかったですけど、理論の対策として一問一答経営学も配ってるんですよ。配っていて、問題があって答えがありますと、うん、それ一問一答なんですけど、それ普通にやっていくのもいいんですけど、記述対策っていう意味合いで、記述対策の意味合いで、も回答を見て問題を答えられるかっていうのを、自分で意識して左から右で解くのと、右から左で解くっていうのを一問一答で、あの、二通りのやり方をやってほしいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。で、経営学の一問一答って6月の中旬ぐらいに発送されるんですよ。これは、あの、意図的にそうしてて、はい、8月までまだ期間がありますから、これぐらいのタイミングで、その佐藤先生がやったような解き方のやつもぜひやってもらえればなと思います。で、圧縮の論文講座の方の経営学は、あの、それなりにコマ数ありますけど、多分ね8コマぐらいしかないんで、うん、圧縮論文の経営学も結構おすすめしてます。で、レギュラーのやつは17コマぐらいなのかな、うんうん、なんで、ぜひそちらの方も念頭に置いていただければなと思います。はい、はい、ここまでで全てが終わったんですけども、まあ、最後はあのレックのね、講座合格発表がありましたから、昨日なんで、どういう講座がいいのかなと思われる方いらっしゃると思うんで、ちょっとご説明するとですね、まあ、学習経験者向け、つまり担当式試験を経験されている方に対してですね、これから担当式試験を受験される方なんですけども、まあ、前回の本試験の総点数の正答率、まあ、60% 未満の方はですね、インプットをしっかりしないといけません、まだ。なんで、担当合格パックと。まあ、60% 超えている方はですね、インプット部分が圧縮されている過去問の対策の部分に特化しているですね、圧縮担当合格パック、こちらをお勧めしています。で、論文を受験される方ですね、で、つまり昨日の、担当で合格された方をまず前提とするんだったら、まあ、今から論文の学習をされるので、8ヶ月弱あるのかな、なんでその方は論文合格コースというのをお勧めしています。あと、大学生で、今大学生で、で、担当に今現在受かってますよっていう方は、この大学生応援論文合格コースというのがあります。ね、どちらかね、選んでくれ。この大学生応援の方は、プレトーレンというのが入ってないんで、ご注意ください。はい。で、その代わり価格が7万5千円という、はい。あの、割引はちょっと効きません。これだけ。7万5千円。あと、大学生協割がつきますんで、5% 割引はいきますけども、はい。こちらをお勧めしてます。で、もう一つ、5月の担当後の3ヶ月で論文の学習をされている方、さっきね、よく出てきましたけど、これが圧縮論文合格コースという、インプットが圧縮論文講座っていうのが入ってるやつです。これはもちろんプレトーレも入ってません。圧縮論文講座と、論文グレードアップトーレンと模試、この3つが入ってます。うん、はい。で、インプットはものすごく圧縮されてますんで、この3ヶ月後にどういう勉強すればいいのかっていうレクチャーも含めたインプットが入ってますんで、こちらの方をおすすめしてます。なんで、これ今申し込んでもあんま意味なくて、まあ、担当後に申し込むっていうのもいいかもしれません。か、まあ、もう同時並行でもちょっと圧縮論文を聞きたいなっていう方はですね、インプットの部分だけ、の別売りで売ってますんで、今も現在もそれ申し込んでもいいのかなと思います。はい、はい、
ご清聴ありがとうございましたということですね。はい、でちょっともろもろいろいろとお話をさせていただいてですね、かなり有用なお話もあったと思うんですけども、一つ私がお伝えしたいのは、自分で決めたまずその方針ですね、次の5月に専念するのか単論同時並行でいくのかっていうのは、まあ、ご自身で決めていただいて、我々からお伝えするのは5月はすごい強敵なんで、まず専念する方が私はいいと思います。で、専念してもその担当の知識は、今の話聞いても分かると思うんですけど、担当の知識を使って残り3ヶ月で論文は、まあやれないことはないんで、これだけはぜひ注意してほしいのと、論文は管理と財務、つまり会計学のウェイトが高いから、ここを失敗しないようにしないといけない。実際統計があって、偏差値50を下回った方、会計学がこの方々はことごとく落ちてます、はい、他で取れるわけがないんでなんでそこはちょっと重々承知の助で頑張ってほしいかなと。で、単論同時並行じゃないとダメだから単論同時並行で行くんだって決めてる方でも、勉強やってる最中にですね、担当のもう勉強がなんかおぼつかないと、例えば体調不良が重なってとか残業が多くてみたいな、その場合はぜひ我々に相談してください。で、変えるんだったら変えてもいいと思います、はい、担当に受かってしまえば論文は3回チャレンジできるんで、っていうのも踏まえてですね、お二人のお話もぜひ持って帰ってどうするのかっていうのを考えていただいて、で後日我々の方にもぜひご相談して、コースとかを決めていただいたりとか、していただければと思います、はい、我々から以上になります。どうも、お二人ともありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ご清聴ありがとうございました、はい。